セルゲイ・アレクサンドロビィチ・フィラートフは、ロシアの技術者、研究者、政治家。ロシア最高会議第一副議長を経て、1993年、ロシア大統領府長官に就任する。1936年モスクワに生まれる。父・アレクサンドルは、ソ連作家同盟の会員。高校卒業後、電気技師の助手として、カマトツイヤ工場に入る。 同工場では、設計部門勤務のほか、コムソモール初期も務めた。1964年モスクワエネルギー大学を卒業する。1966年から1968年まで、キューバに技術顧問として派遣される。1969年帰国し、全連邦調査、開発研究所の夜勤工学プロジェクト部門に配属され、以後、電気オートメーション。 連続プロセス研究所所長などを歴任し、研究者として活躍する。1984年技術科学博士号を取得する。1987年複合中造による圧延鋼鉄製ロッド製造に関する論文でソ連国家賞を受賞した。研究者として活動していく中で、次第にソ連の国家体制に対する改革の必要性を意識するようになり、 改革派の一員として活動するようになる。1990年ソ連共産党を離党し、民主ロシアからロシア人民大議員に立候補し当選する。1993年から1996年までロシア大統領府長官を務めた。ガリーナ夫人との間にマリーナとマリアの次女がいる。ありがとうございます。